にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。千葉県の現在沖ノ島という館山に来ておりまして、まずは概要欄 URL より、前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。この後はですね、本日予約している海光津さんという宿にチェックインします。今沖ノ島から歩いてるんですけど、暑くて暑くて歩きながら砂浜歩いてるんで手ぶれが結構ひどいかもしれないですけど、許してください。では残り5分くらいかな、沖ノ島楽しみます。デイ、磯の方歩きながら駐車場に戻ろうと思ったんですけど、暑すぎたので森の中で涼みながら戻ります。やばい、汗が止まらない。沖ノ島すげえいいとこだった、ただ暑い。それでは宿にチェックインします。もうこっから5分くらいで着きますね。暑い。本日宿泊の海光津さんです。綺麗な建物、おしゃれ。チェックインしました。すごく綺麗なお宿さんです。そして部屋も綺麗、広いし天井も高い。接客もすごく丁寧で、今のところ大満足ですよ。お風呂ですね。お風呂から、ああこれちょっとカーテン開けないとあれかな、外が見えないですね。ここからね、ちなみに行けて外が見えるんですよ。ああ綺麗、椅子もあるからそこに飲み物とか置いちゃって、ああこれ来てよかった。景色いいですよこれ。ちょっと探索しに行ってみようかな。先に温泉行っちゃった方がいいかな。先に温泉行っちゃおう。卓球スペース、では温泉入ってきます。誰もいなさそうなんでハバッと入っちゃいます。温泉入ってきました。気持ちよかった。もう汗びっしょびしょに今日かいてたので、それを洗い流しただけでもすごくさっぱりした。そしてここの温泉ちょっと塩の味がしますね。静岡の雲見温泉とかも塩の味しましたけど、ちょっとしょっぱかったな。気持ちよかった。ただやはりもう夏なんで長湯はできないですね。長湯できるけどその後がきついわ。もう暑くて暑くて今すっぱだかですわ。贅沢な一杯やっちゃってます。これはいいぞ。この湯上がりにこのベランダでこの景色を見ながらキンキンに冷えたビールを、最高ですよ。もう暑すぎてこの周りの散歩行きたいんですけど、なかなか外に出れない状況におります。扇風機が役に立つとは思わなかったな、こんなに。足湯と喫煙所ですね。ここは気持ちよさそう。もうどうせまた汗かくんでシャワー浴びればいいんで、思い切って外に出ました。目の前にキャンプ場がありますね。ここがキャンプ場かな。キャンプ場がある。おーすっごいうるさいんで、ちょっと一旦切りまーす。こちらが海側から見た宿の外観です。すごくおしゃれでしょ。す
ごいおしゃれで綺麗で、あそこに見える建物が一棟貸しで、確か貸し切りじゃない客室露天風呂がついてた気がするんですよね。あれはかなり良くないですか。これはいいなって、目の前が海なんですよ。なんか何年前かの台風で建物自体が倒壊したかわからないですけど、建て直してるみたいで、改修工事してるみたいで、いろいろ大変だったみたいです。ただこれは人気になりますよ。ここはめちゃめちゃいいわ。目の前の海も浅いので、そしてそこそこ綺麗なので、全然磯遊びできますね。奥で釣りしてる方々もいるんですよ。見えますか。ほら、釣りもできますし、立地はかなり良い。目の前の磯まで歩いてきました。さっき見た海よりかは、沖ノ島で見た海よりかは綺麗ですね。この辺もまだ浅いから全然泳げそう。気持ちよさそうだな。カニがたくさんおりますね。実は今日夜ご飯を宿で食べないんですよ。素泊まりなんですよ。久しぶりに外で食べようと思ったんですけど、このお江戸さん見てると夜ご飯もここで食べればよかったかななんていうふうにも思いますね。まあただ外に食べに行くのも楽しいので、そちらはそちらで楽しみます。暑いから戻るか、そろそろ暑い。部屋戻ってきました。あっち、さっきせっかく温泉入ったのにもう汗びしょびしょです。今日本当にキャンプやらないでよかったわ。キャンプはちょっとやっぱ夏キャンプ無理だなこれ。それでは夜ご飯の時間まで少しゆっくりします。知らない街歩くのすげえ楽しい。ピザ来た、パスタも来た、マダイの最後にテラスで波音を聞きながら晩酌をして寝ます。贅沢な時間だわ。それでは